ちは、シエルです。新しいマジックの衣装が完成したので、今日はその動画を撮っていきたいと思います。新しく作ってもらった衣装は黄色の衣装で、ちょっとね、動画だとね、どう映ってるかわかんないんですけど、直接見るとかなり激しめの蛍光な黄色の布を使っています。スパンコールでキラキラです。はい、後ろもこんな感じ。パッと見これ上下がね、つながってるように見えると思うんですけれども、それぞれがセパレートでね、作ってあります。実はね、この衣装を作るのにね、約2年ぐらい時間がかかってます。まあ、その理由が、もともと決めてたデザインがあったんですけど、それがね、膝丈のスカートだったんですけど、それをね、ちょっと私の方で変更したんですね。何回かちょっと形を変えていって、でそれでちょっと2年ぐらいかかってしまったんですけれども、まあ、こんな感じで、ようやく完成しました。で、よくマジシャンの衣装でね、どんなのがいいですかねっていう相談とかがあったりするんですけれども、まあ、私がいつも言うのは、着たいものを着た方がいいっていう風に言うんですけど、まあ、自分の好きなものですね。うん、派手なものがいいか、まあ、スタイリッシュなものがいいかとか、色味はこういう色がいいかとか、まあ、最終的にはね、やっぱ自分がテンションが上がるものを着た方がいいと思うんですけど、今回の私のこの衣装でちょっとこだわっているのが、この衣装をなぜこうね、トップスと、ね、スカート分けたかっていうと、現場あるあるなんですけど、マジックショーの会場の現場でたまにピンマイクをね、お借りすることがあるんですよ。ピンマイクをもらった時に、バッテリーのところ、あれをね、トップスとこうスカートを分けることによって、このウエストのこの腰の部分のところにさっとね、そのピンマイクのバッテリーとかが、ね、刺せるように、それをちょっと考えていたので、今回こう上下別々の衣装にしました。まあ、男性マジシャンだったらね、ズボンのポケットとか、いろいろジャケットのポケット、内ポケットとかがあると思うんですけど、結構これはね、現場行くと悩むあるあるなので、女性の方はね、そういったワンピースさらって着れるとね、可愛くていいんですけど、現場でピンマイクの時に結構困ったりするので、そのあたりはこう上下分かれているタイプのものとかを私はおすすめ、もしくはそのワンピースにこうしっかりしまえる部分があれば大丈夫かななんて思います。できる限り私は色味が鮮やかなものを選ぶようにしてます。マジック現場がね、結構男性の方の集まりとかも多くて、そうすると皆さんジャケットスーツ着てるわけですよね。うん、でその中でこう黒っぽいスーツ着てる中に、ここにマジシャンいるんだよっていうアピールができたりもするのと、登場した時も華やかなものの方が、まあ、パッとね、見た時に分かりやすかったりするかなっていう。今回も衣装を含めてね、マジックショーの方を楽しんでもらいたいなと思って、まあ、結構ビビッドなカラーを使って作ってみました。あとデザイナーさんの方でね、このね、丈感をすごい悩んでて、これ結構短めなんですよね、トップスが。でもうちょっと長くしようかとかいろいろやってたんだけど、私が結構背がちっちゃいので、やっぱりウエストを高く見せたいんですね。足が長く見えるようにバランス考えて、なので結構これは短めにしてもらってる感じですね。であとは思ってたよりも布がね、重かったので、スカートがずり落ちちゃったら大変じゃないですか。なのでここのね、腰のところには結構しっかりとしたね、バンド、ゴムバンド入れてもらってて、ちょっと最近太ったのかな、めちゃくちゃ今ちょっと苦しいんで、これはね、ちょっと痩せなさいっていうお告げかな。私はこれ友人のデザイナーさんに頼んでるので、全部でね、10万円くらいだったんですけれども、あとは私の方でゴールドか白のパンプス
靴、ヒールをちょっと探して合わせて履こうかなと思っている感じです。こんな感じで衣装作りました。うん、結構マジシャンやってたりとかパフォーマーさんでね、衣装のこととかでいろいろ考えている人もいるかと思うんですが、参考になればなと思います。やっぱりオリジナルのオーダーメイドで作ると、あの世界に1個しかない衣装ということで、でテンションも上がるのと、あとはまあ私の中でお客さんに、ね、衣装も楽しんでもらいたいなって思っていたりもするので、まあ、そのあたりがねマジックショーを通して伝わればいいななんて思います。はい、ということで今日もご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。あと衣装についての質問などもあればコメント欄に書いてもらえたら嬉しいです。皆さん今日もありがとうございました。